はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。脳死ブルーアイズ最強ということで、本日もレギュレーション専用デッキご紹介していこうかなと思うんですが、今ねハイランダー、レギュレーションっていう同盟カードを1枚しか積んではいけないよっていう、あのすごい特殊なレギュレーションがデュエルリンクスで開催されてまして、めちゃくちゃ面白いんですけど、これランク戦の500万倍面白いんですけども、これね、やっぱね、結局ね、正眼強いんですよね。ランク戦で強いできて大体強いみたいな話あるんですけど、正眼もご多分に漏れず強いと。なんだかんだね、1枚しか積めないんで、進化した最強ドラゴンとか、ああいう系の、スキルを使うことはできないんですけど、なんだかんだ、やっぱ正眼のパワーですよね。3000っていうパワー。そして、初動札としての、やっぱその優秀さ、エンシェントとか。これが強いと。非常にね。ということで、今回、正眼デッキを、レギュレーション専用に組んできました。ちょっと、普通の正眼デッキと変わっているところは、初動札をちょっと水増ししないといけないんですよね。正眼デッキって、やっぱそうは言っても、普通に事故るんで。なんで、例えば、忍者マスター、半蔵さんで超変化持ってきて、正眼とか、霊竜に変身していくとか、いうギミック。それから、初行の騎士ね。初行の騎士、このフェイズ上から墓地をくれた場合に、光属性モンスター墓地をくれるんで、これで、正眼とか、霊竜とかを落としてもいいし、太鼓を落としてもいいし、まあ、いろいろね、できることはあると。合法とか入れてもいいと思う。だから、一応、墓地送る手段がそんなにいっぱいないから、入れてないんだけど、俺は。手札切る一応カード入れて、合法とかはワンチャンありかなと思ってる。で、初動札としては、ウィンダね。ウィンダ。これ1枚で初動になれるから。これ、破壊されると、どっちか出せるんで。なので、これ入ってるっていうのと、あとは、普通にね、剣士とか。あと、今回、銀竜を抜きまして、目覚めの戦列入れました。銀竜、総画の銀竜抜いて。これなんでかっていうと、やっぱね、これね、1枚、これが強いんだよ。目覚めの戦列が。これ1枚でオルタナティブになれるんじゃないですか、このカードって。正眼と、オルタナティブ持ってきて、オルタナティブ出せるじゃないですか。それが、やっぱハイランダーでは、破格の強さしてるんですよね。なんで、銀竜じゃなくて、こっち入れました。まあ、銀竜はね、今リミット1になってるんで、どっちかしか入んないんですよ。レギュレーション戦でも。なんで、こっちを入れました、今回は。で、あと説明しようとしたら、レビオニアですね。結構闇属性モンスター入ってるんで、他、普通の正眼デッキよりも。レビオニア出るんですよ。例えば、半蔵とか。初動札になってたとしたら、半蔵が墓地行ってるんで闇属性だから、光闇除外してレビオニアとかね、できますし、あと、ウィッチとかもね、できますから。こういうので、あ、ちなみにウィッチでサーチできますか、ちなみに。レビオニアは。結構シナジーあるんですよ。なんで、これ結構強くて、これ1枚入れといた方がいいかっていう。あと、戦列でもサーチできるし。はい。で、これか。深すぎた墓穴。これはね、ちょっと、蘇生のタイミングは遅いんだけど、スタンバイフェーズに自分の墓地のモンスターを特殊召喚できるっていう効果あるんで、まあ、例えば、霊竜を、特殊召喚してバック除去するっていうのもいいし、あと、チューナーをもう一回釣り上げて、もう一回シンクロするっていうとこもできるんですよ。結構ね、そうすると、太鼓がまた墓地行くから、また効果を増殖したりできるんで、これはね、なんだかんだ強い。と思って、これ1枚入れました。そんな感じです。はい。早速ですね、ハイランダー聖眼のね、パワーを見せていきましょう。やっぱね、なんだかんだね、ブルーアイズってね、どの時代もね、強いんだよ。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、貴様を、いいぜ。貴様を完膚なきまでに、叩き潰す。忍者マスター半蔵を召喚。忍者マスター半蔵の効果を発動。超変幻の術を、サーチ。超変幻の術、めちゃくちゃ強いですよね。このカードこんなに強いかっていうぐらい強かったわ、ハイランダーでは。1枚初動、1枚で1枚カードを増やすカードが強くて、しかも超変幻の術、すごいね、防御性も高いんでね。あー、カッターシャークですか。カッター全然無理ですよ。カッターシャーク、超変幻の術で変身させてもらうぜ。なんか出てくるモンスターなんか知らないけど。さあどうする、カッターシャーク。あー、無理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 、全然無理。超変幻の術発動、超変身。見ててください、一条さん、見ててください、俺の変身。ブルーアイズ普通に現れろ、ブルーアイズホワイトドラゴン。首をぐるーん
ドーン。相変わらずかっこいいぜ、ブルーアイスを取るの。俺はこれでターン。行くぞ。ほう。俺のターン。ドロー。なるほどな。強。現れろ。ホワイトオブ。モンスターを召喚。エンシェントを召喚し、レベル8のブルーアイズホワイトドラゴンに。どっちなのね、こっちかな。レベル1の太古の白石をチューニング。来い。シンクロ召喚。召喚。回収し、まあ、ちょ、なんか分かんないしな、これ普通にバトルしていった方がいいのかな。これ一応白き霊流脱出施設のが一番強そうですね。ダイレクトアタック。でブルーアイズスピリットドラゴン、ぶん殴りエンドフェイズに太古の白石の効果によって白き霊流の効果も発動。さあ白き霊流は特殊召喚に成功した場合、お前の魔法トラップカード1枚を選択しゲームから除外する。白き霊流の効果発動。さあそのカードは何だい。やはりデモンドチェーン、リバースカードオープン。そんなカードはどうだ。永続トラップ発動。それは後でね、あのブルーアイズを回収すればいくらでも変身ができるから、それは全く問題はない。燃えてきたぜ。さあどうする。サメちゃんよ、一番初動そんなに遅れだろ。まあでも多分伏せなかったらモンスターなんだろうな。ランタンシャークっけ。ランタンシャークの効果発動。さあランタンシャークの効果、レベル3から5の俺はモンスターを特殊召喚。もちろん。なるほど、なるほど。もちろんバージェストマカナディアを発動させていただいた方がいい。スパイダーシャークの選手、バージェストマカナディアの効果によってランタンシャークは守備表示になってもらう。さあどうする。一生エクシーズ召喚できないな。一生エクシーズ召喚ができないような。さあカードを1枚セット。なるほど、これ変身してレビオニアのコスト稼いだ方がいいかな。これ変身してレビオニアのコスト稼げ問題結構あるんですよね。これね、これスピリットドラゴン巻き込んで、ワンチャンさ、光属性増やしておくっていう説あるよね。でとりあえずホワイトオブエンシェントの効果、ブルーアイズホワイトドラゴンを墓地から回収させてもらう。そしてブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンを特殊召喚。ドラゴンの魂によって新たなしもべを導く。召喚ムービー2回見ていただこう。お前にはな、特別ファンサービスだ。最近ファンサービスがなんか口癖になりつつあるっていうね。そしてブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンのモンスター効果、お前のモンスターは破壊させてもらう。何のチェーンもねえな、あいつ甘いか。何のチェーンもなかったらそっちエネアル出すか。ブルーアイズぶん殴りに行くってやばいこと起きる可能性あるんだよこれ。分断とかそういうカードだったら結構うっとうしいもんね。エネアル出して、エネアルで一体破壊し、2枚破壊できるのか。2枚破壊強いな、普通に2枚破壊めっちゃ強くね。分かった、レベル8のオルタナティブと白き霊流でオーバーレイ。現れろ。エクシーズ召喚。聖国神竜エネアード。そしてエネアードのモンスター効果を発動。オーバーレイユニットを1つ使い、手札フィールド上のモンスターをリリースすることによって、リリースした数まで相手のフィールド上のカードを選んで破壊することができる。もうこんなモンスターもいらん。いけ、お前のモンスターとその伏せカードを破壊させてもらうぜ。浮上。なるほど。そして墓地の光属性と闇属性のモンスターをゲームから除外し、現れろ根源竜レビオニア。ブルーアイズどこ行った。ブルーアイズおらんやんけ、フィールド上に。これ何デッキだったっけな。さあお相手の方はダブルジェイソン・ステイさんも出てきてくれたんばい。なるほど、うん、カードを伏せる。ダブルジェイソン・ステイさんできたんだろうか。私のターン。迷宮作成ですかね。迷宮作成とかだろうな。カードをセットだ。守護者将来ってパターンもあるな。なるほど、めちゃくちゃトラップカード多そう。なんだろうなこれ、わかんねえな。はい、なるほど、こ
りあえずいい召喚モンスターを召喚何もないか。で対価の白石反転は通りますか。通ります。アルマレス出しに行きますか。とりあえずアルマレス出しに行って太鼓の白石とウィッチ王子の国へ。さあこれは両方ともアドバンテージを稼げるカード。黒木森のウィッチの効果を発動。レビオニアかな。これレビオニアくせえなこれレビオニアくせえな。これレビオニア持ってきてたらなんかあれだろう、あの世界を全部あげる。そしてバトルフェーズに入らせてもらう。このモンスターは攻撃戦攻撃っていうかバトルフェーズを このカードが攻撃をする場合、相手は魔法トラップモンスターの効果を発動することができない。最強クリボールも投げれないし、魔法トラップ分断の壁が波紋のバリアウェイフォーチとかも発動できない。カーソンスタチューはいい、問題はない。クモイヨの塗装強いじゃねえかそいつは強いな。私のカードはファーカーいいよね。結構ねこれね、あとモンスターこれはサブテラーとかですかね。サブテラーとかな感じします。罠サブテラーみたいな感じなのかな。で太鼓の白石の効果発動。太鼓の白石の効果によって俺はデッキより白き霊竜を特殊召喚。白き霊竜のモンスター効果を発動。白き霊竜のモンスター効果によりお前の魔法トラップカードを1枚ゲームで味わいさせてもらう。戦技物の買えない。あぶねー、めちゃくちゃ強いカードセットされてんじゃん。ぶれサブテラの戦士。なるほどなるほどね。これでサブテラの展開をしていくっていうことですね。まあ確かに結構ハイランダー組めるほどサブテラモンスターっていうのはものすごいたくさん実装になってるんですよ。なんでね結構ね出せるモンスター多いと思う。ただ解体をセットしてあったんですけどレールで割っといたんで、言うてこのターンでこいつがリバースすることは多分ないと思うんだよ。はいはい、オッケー。でもとりあえず挨拶のように、なるほど挨拶のように、魔法カード発動、挨拶のようにレビオニアいけるんで、これ挨拶レビオニアいけるんで、新挨拶新挨拶、これ除外しちゃっていいか。もう除外しちゃっていいか。レビオニアで除外していくのが先だよな、普通に考えて。もしねそこが足があったらやばいもんね。来てね。だからレビオニアのこの召喚成功時効果をもう発動させていこう。そして根源にレビオニアのモンスター効果を発動。お前の伏せカード、そしてお前のセットカードを破壊させてもらう。所詮我が記憶の道化にする。俺様の新挨拶ガチで迷惑だなこれ。さあお相手の方、デュエル行くぜ。闇遊戯カードを捨てるぞ。運命宿命の対決といったか。クロマジのカーテン何これが強いじゃねえか。これはなかなか熱いデュエルが繰り広げられそうだ。深すぎた墓、なるほどな、光んのか。太鼓の白石を召喚はどうだ。モンスターを召喚。さあこのモンスターを召喚はどうだ。そして青姫の剣士の効果はどうだ。通るか。いやこれ通るな。オッケー通れ。白き霊竜を特殊召喚。白き霊竜のモンスター効果発動。お前の伏せカードは上京させてもらうぜ。今だ。なるほどな、いつも奇襲。何が飛んでくんだ。いやでもブラックマジシャン突破できるからなんとか。ディスティニードローでしょこれ多分。ディスティニードローだと思うんだけど。モンスターを、あーめんどくさいの来た。ゲロめんどくさいの来た。ゲロめんどくせえの来たわ。守備力2500って結構めんどくさいんだな、うん。まあでも、これしょっとくしかねえもんな。これしょっとくしかねえもんな。これしょっとくしかねえもんな。ちょっと待ってね。で、まあ、レイルの攻撃で振り込んでするない。で、白きレイルの効果発動。白きレイルの効果によってブルーアイズホワイトドラゴンは特殊召喚。いやーでも両方処理ない。これやばい。これディスティニードローでティマヨされてこれ。やばい。ディスティニードローティマヨさやばい。ちょキャバーレやマジやばいって。俺はいやー復活したから対象に取るカードが2枚だったらワンチャンあったんですけど、ディスティニードローはだってこれ絶対ティマヨスじゃん。
100億%って言いますでしょ。これブラックマジックとか打ってくれたら嬉しい。俺はティマイオス、ティマイオスやばい、やばい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 、助けてくれ、やばいよマジでやべえ、やばい今ガチでやべえ、ここだモンスターを融合召喚、やべえ打点いくぞこれ3200、やばい助けてくれ。これもトップによるか、でも言うてスキルス使わせる、スキルス使わせる、これ突破中央とかだったら突破切るんだよね。これスキルス使わせるじゃないですか。でもキャバルディを裏側にしていく、いいだろう。ハイドロイド、ハイドロイドはいいだろう。バコーンでぶっ殺されるブルーアイズ、死んだ、死んでいく。いやこれトップなんとかなればね、なんとかなるよ、全然なんとかなる、トップなんとかなればなんとかなる。何語？オルタナティブとかでもいいし、レベル1チューナーとかでもいいし、これね意外となんとかなると思う多分。オッケートップ見よう、俺のトップ、あ強いめちゃめちゃ強い。待ってね、なるほど、ですね、ウルタラ出せばいいから、とりあえずタイプの白石だけ残っちゃいないといけないから、深すぎた墓穴効果でハイトロイド、ブラックマジシャンハイトロイド、いや別にこれ白きれいに、あでもカイトロイドあるのか、カイトロイドある、カイトロイドある、カイトロイドがある、考えろ。これこうして、あ分かった、あべやべ、ひらめいた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 、特殊召喚、これ王を倒せるかもしれない、王を倒せるかもしれない。さあ太鼓の白石のここにいてブルーアイズを回収させてもらう。そしてオルタナティブホワイトドラゴンは相手にブルーアイズを見せつけると特殊召喚を捨てることができるぜ。さらにオルタナティブホワイトドラゴンの効果によるお前のモンスターは1枚破壊させてもらう。さらにレベル8のオルタナティブにレベル1の青姫の剣士をチューニング。このモンスターは墓地で発動する効果を一旦一度止めることができる。さあカイトロイド投げてみろよ。これで貴様の勇気、オルタナティブのスピリットの効果を発動。ガイドロイドはと無効だ、くたばれ。主役は交代したようだな。ダークサイドオブディメンションズの主人公は今から俺様のものだ。